はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。アークサバイバルエボルブ、のんびりサバイバっちゃうよ、続きやっていきたいと思います。悲しみのキラちゃん3号をなくして以来、まあキラちゃん3号にはなれなかったんですけどね。まあちょっと今日はキラちゃん2号を連れてあっちの森の中をね、伐採しに行きたいと思います。で、お、その前にお前を倒す。目の前に現れたのが悪い。おお、逃げるつもりか、お前。OK。何？あ、しかも素材持ってなかったわ。ということでね、こいつを連れて、伐採して、今レベルが、18なので、レベル20になるとね、ケラちゃん用のサドルが作れるようになるので、上に乗れるようになるんですよね。なので、ちょっとレベル20になるまで、なんかしないといけないので、まあ家をね、ちょっと、ちゃんとやろうかなと思ってます。これでいいんだっけ？来たね。じゃあ早速行きますかね。まあいろいろ集めていこうかなと思ってます。ということで、なんだかんだ言ってね、毎回素材集めですよ毎回素材集めなら恐竜いないんだもん。これ岩なので、ちょっと木を集めないと斧が作れないわ。そうこうしてるうちに新しいキラちゃんをね、見つけられればなと思ってるんですけどね。あ、そうだ、コメントいただきまして、この斧とこれ、なんていうのかね、これに関しては今までマウス連打してたんですけど、マウス連打する必要がないと、押しっぱでいいそうですね。コメントありがとうございます。ずいぶん楽することができるようになりました。ただこのね、手で拾うのは E キーを押して拾うんですけど、これはあ、これも連打じゃなくて大丈夫だ。全部押しっぱでいいんですね。よかった。マウスの耐久性とかもね、ちょっと心配なんですけど、あ、これ、E キーもあれですね。連打しなくて大丈夫だ。押しっぱで。お、レベルアップしたぜ。もういっぱい？まあいいや、ちょっとケラちゃんに少し分けよう。よし、ということでレベルアップしたから、何あげようかな。ウェイトをやっぱ上げていこうかな。強さはまあそこそこ強くしたんで、ウェイト、これレベル19ですね。どれかな、これこの辺じゃないかなと思うんですよね、トリケラトプスのサドルって。まああと1個レベル
上げていきましょう。頑張って。キラちゃん頑張ろうね。で、この辺の見晴らしをね、ちょっと良くしながら、新しいキラちゃんを求めて探していこうと思ってます。幸いにも木がいっぱいあるのはいいですね。新しい、なんていうの、あの木造建築にするには木がね結構必要なんですよね。恐竜いませんな。森の中入ったら結構いるかなと思ったんだけどな、いないな。もうちょっといればなあ。あ、ミッケ、あそこにいたぞ。いましたね。ちょっと周り見て他にいないかどうかだけ確認して、ハマってんじゃないかなあれ。あれ、キラちゃんじゃない？新たなキラちゃん3号を見つけたかもしれない。で、前回の教訓から言うと、誘い込まないとダメなんだよな。あ、違うやつだ。レベル13。あれ、向こうにもハマってる。こいつどんなやつだろう。なんてやつこれ。ステゴサウルスか。あー、ステゴサウルスね。こっちにいるのもそうか。じゃあこっちはレベル2だ。はあ、ステゴサウルスか。こいつはじゃあちょっと川にしよう。大丈夫か、キラちゃんあれしてるけど。倒した。危ねえ。キラちゃん大丈夫か、こんなことして。うわぁ、ヒットポイント半分に減ってるじゃないか。マジかいな。ちょっとキラちゃんには襲わないようにさせないとダメだな。死ぬぞ、また。キラちゃんにも弱いからな。なんだこれ、なんか変なの入った。
まあそんなこんなで結構強くはなってるか。まあ一緒。じゃあ素材集め続き。ステゴサウルスってどんなやつなのかちょっと調べてこないといけないな。必要であればテイムしようかなと思います。あ、またマウス連打しちゃった。ステゴサウルスか、どんなやつかな。結構ハマってそうですね、この辺だとね。時々固まる。読み込みで固まるのかな。うわ、カメがいた。こいつもハマってるのか。レベル2。キラちゃん2号、回復した？回復中だな。大丈夫だろうか、こいつを襲って。意外とカメ強いからな。全力で襲いかかるよね。大丈夫か、お前。全然大丈夫じゃないじゃん。大変なことになってるよ。もうやめよう。やっぱダメだ、キラちゃんに襲わせたら。全力で死ぬまで襲ってくぞ。レベル2のカメでさえあんなだもんな。カメさん強すぎる。いた、キラちゃん。あ、レベル低。レベル低いなあ。あ、これ何何何これ。腹減ってる、もしかして。焦ったわ。なんで赤くなってんのかと思ったわ。ウォーターもう9で飲めんだよね。危ねえ、腹減ってたわ。でもここにトリケラトプスがいるってことは、やっぱこの辺にはいるんだよな。もうちょっと探せばもっといるかな。時々レベル高いのいるからね。レベル10以上のやつが欲しいな。できれば20以上あるとね、嬉しいんですけど、この前の失敗したな。
やべ、もう重いな。ウェイト、ウェイト。まだまだ全然運べますね。すごいな。種類が何種類持ってんだろう、一体。でも、ウッドが、100以上溜まって、結構溜まったかな。一回戻りますかね。もうそろそろ夜なんじゃない？いや、ここか。あ、戻りますかねって、えらい近いところにいたじゃん。もうちょっとやろうか。ここの木も切っちゃおうかな。だいぶ見晴らしは良くなりましたね。ただこれ、一回伐採した木ってどのぐらいで生えてくるのかな？生えてこなかったらどうしよう。回復した？まだ回復してる最中かい。いや、こいつを川にしようかどうしようか悩んでるんですけどね。まあレベル2だからいけるよね。7と2だもんな。うわ、すんげえ吹っ飛んだ。後ろから攻撃しよう。よし。やっぱこの坂で倒すとすごい吹っ飛ぶね。すごい吹っ飛ぶからやっぱ誘い込まないとダメだな。テイムするときはね。よし、じゃあ帰って家を作りますか。ちょっとどのぐらい撮影撮ったかわかんないけど。まあ大丈夫、そこ通ってきて死ぬなよそういうとこで。一旦これ入れて、川とザッチ、歩けるかな。あ、まだ歩けるね。よし、どれを作ろうかな。ちょっとね、2階を作りたいなと思ってんですけど、階段でしょ、これでしょ。まあちょっとこれを作って、階段を作ってみるか。
で、ここに、焚き火をまず作ろうか。で、この辺に階段を作ろうかな。あ、キラちゃんのなんだっけ。あれ、階段どこ行っちゃった？あ、これか。何、壁際に作んの？階段って。あれ、階段うまく設置できないじゃん。先に屋根のあれを作んなきゃダメなのかな。でもこれじゃ低いんだよな。低いからもう一個上にしたいんだけど、それで大丈夫かな。あれ、これキャンセルどうやってやるんだ。キャンセルできない。ドロップアイテム、ユーズアイテムでいいのかな。あ、大丈夫だ。じゃあ壁をちょっと作って、もう一個上にやってみようかな。2枚しか作れないな。光って見えないわ。光って見えないけど、これでいいか。これでこの上にあれが作れないかな。お、できた。で、ここに階段を設置する。よく見えない。あら、階段短いね。もう一個階段作ればいいのかな。これ登れる？あ、登れた。登れましたね。この状態でも。おお、なるほど。ということでね、この猫のスタイルで 終わりにしたいと思います。次回ね、2階建ての家をさらに増築していこうかな。そうこうしてるうちにレベルが20にならないですか？もう半分になってるからね。もう一回やったら20なんじゃないかな。そうすると、キラちゃんの上に登れるようになるんじゃないでしょうか。ということでね、ちょっと楽しみにしていたいなと思います。それではね、最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。